皆さんこんにちは、野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回は研究者の書評39ということで、いよいよ、2021年僕が読んだ本ベスト5ということで、今回はフィクション編ということで、今年もいよいよ年の瀬になりまして、ここ、ブリスベンは真夏真っ盛りということなんですけれども、クイーンズランド大学でもですね、12月17日金曜日が一応今年の最後のお仕事ということで、それ以降はラボはまあ全部閉まってしまうと、来年の1月の4日までまあ閉まってしまいますけれども、私個人的にはまだ来週の20日の月曜日から22日の水曜日まではですね、大学はなるべく年休を取って、そこからも全部休みにしてくださいって言ってますけれども、まあ、ちょっといろいろな仕事が残ってますので、私は出勤して、12月の23日から1月の4日まで夏季休暇ということを迎えますけれども、ということでですね、今年読んだ本ベスト5の、まあ、フィクション編を、今回は紹介したいと思います。で、今年はですね、日本とかですね、いつも行ってるマレーシアであるとか、アメリカですね、あと中国も行ってましたけれども、そういうところに全く行けずにですね、ブリスベンを離れたのは2回だけですね。で、1回は3月にオーストラリアシンクロトロン、ビクトリア州のオーストラリアシンクロトロンに、実験しに行ったということと、あとですね、共同研究相手の、鉄鋼会社の、ウーロンゴンっていう、ニューサウスウェールズの町にあるんですけれども、そこに1回出張して、会議しに行ったという、そのたった2回だけでですね、もうあとはずっとブリスベンにこもってましたので、主に Kindle で、新刊本を読ませてもらいました。で、新刊本だけじゃなくて、まあ、古い本もなんですけれども、まあ、日本から、大体いつも日本に帰国した時に、本屋さんで買ったりとか、Amazon で買って実家の方に置いといて、それを持って帰ってきたりしてたんですけれども、もう今はもうそれができないので、Kindle 様々ですね。ということで、今回はですね、その、ノンフィクションとフィクション、ありますけれども、フィクションの方ですね、物語の方ですね、を、ベスト5を発表したいと思います。で、第5位。第5位なんですけども、第5位は、長編小説であります、原田康子さんの、海霧。ということで、これ、上中下巻ありますよね。で、これ、研究者の書評9で、原田康子著、海霧、九州出身の大学生は、きっと魅了される女性目線の大河ドラマということなんですけれども、これ明治が始まるか始まらないかの頃から、大正昭和初期にかけての、まあ、大河ドラマですよね。吉川英治文学賞も受賞されているということで、で、私ね、やっぱり九州出身なので、やっぱ北海道憧れちゃいますよね。という話とですね、これ、主人公は、初めはですね、貧しいんですかね、貧しい、佐賀の、方なんですけれども、炭鉱に早くから目をつけてですね、これ、石炭というのはエネルギー密度がすごく高いので、薪とかに比べたらですよ、エネルギー密度がすごく高いので、これから石炭の、時代が来るということで、佐賀の炭鉱で働きながら地質とかも分かってですね、どういうところに炭田があるのかっていうのも分かるようになったということで、明治維新の、直後といいますか前後に、北海道の方に、移住していくわけなんですよね。で、それで北海道の、函館にまず行って、それから根室に行くんですかね。それで、おそらく夕張炭鉱とかあそこら辺を、発見したといいますか、そこら辺の炭鉱で、やってたのが、後からは、まあ、商社みたいな感じで、財を築いていくということなんですけど、途中からですね、その、奥様の方のに視点がこう移ってきて、北海道のその、
風俗と言いますか、生活がですね、その当時の生活が克明に分かるようになっている。で、途中からは女性目線な感じになってるんですよね。ということで非常にこう面白い話でしたね。で、アイヌの人たちとの話もあるし、その当時の話、私ね全然知らなかったんですけれども、昔は北海道になる前は、根室県とか なんとか県という県みたいな感じだったんですかね。で、それで、根室のところは佐賀から来た人とかがかなり多かったというような話だそうです。ということで、石油ストーブ、石炭ストーブですね。石炭ストーブは火力が強すぎて皆さん怖がって初めは使わなかったとかですね、そういう話とかもいろいろな話が出てくるので、非常にこう面白い、大河ドラマだったなというふうに、思っています。いや、さすがね、これ吉川英治文学賞取っただけあるんじゃないかなということで、非常に面白かったのが第5位。まあ、上中下巻と3つありますので結構長いですけれども、それぞれの上と中中と下で、非常にこう面白く読むことができました。で、それでは第4位。第4位はですね、ごく最近、YouTube に、書評を上げましたけれども、高島哲夫さんのイブ、これ僕はイブと呼ぶんじゃなくて EV なんですよっていうふうに言ってたんですけど、電気自動車のことなんで、いや、これタイトルはイブですねということで、まあ、されてるんですかね。ということで、これはですね、もうぜひその最近、出した、私の研究者の書評38、この書評の一つ前の書評で出したテスラと僕らは2009年ワールドソーラーチャレンジで戦ったというのをぜひ見ていただきたいんですけども、これ、高島さんシミュレーション小説、これめちゃくちゃリアリティがあって、これノンフィクションじゃないかなと思うぐらいですよね。で、電気自動車にまつわる、まあ、技術的なところもありますけれども、まあ、政治的なところであるとか、いろいろな社会問題、あとですね、最近トヨタの、EV 戦略が発表されましたけれども、日本はですね、自動車立国なので500万人ぐらいの方が自動車関係に携わってる産業なんですよね。で、その産業が電気自動車に変わることによってどういうふうに変わっていくのかということも含めてですね、もう国を挙げてパラダイムシフトが起こっている時にどうすればいいのかっていう話とですね、主に中国とアメリカ、ヨーロッパはあんまり出てこなかったですけどね、その中でもすごいこう政治的な駆け引きであるとか、そういうのがシミュレーションされているので、これ本当に見てきたんじゃないかなというような感じで、楽しむことができました。ということで、これね、これから皆さんやっぱり、必読の書じゃないかなというふうに思ったので、まあ、ノンフィクションとして単にこうエンターテインメントで楽しむというよりは結構シリアスな、お話なので、これはね、面白かったなというふうに思ってます。ということで、これが第4位ということで、次に第3位なんですけれども、第3位は高島哲夫さんの、また竹島哲夫さんですけれども、首都感染ということでですね、これはね、かなり前、10年以上前の本なんですけれども、見事にですね、今回のコロナの、話を、大当てしてるっていうんですかね、これ恐ろしくこう背筋がこう腕がこうずーっとこう、鳥肌が立ってしまいますよね。よくこんなシミュレーション小説十何年前に書けたなという感じで、すごいですよね。で、これも、研究者の書評16ということで、高島哲夫著、首都感染、今読むべきシミュレーション小説、パンデミックで東京を封鎖ということなんですけれども、これはね、もうちょっと強烈ですよね。で、この一つ前の第4位のイブもそうなんですけれども、この高島さんの小説、最終的には結構未来の見えるハッピーエンド系で終わるところがいいんですけれども、実際にですね、この首都感染の十何年後の今ですね、ハッピーエンドで
あまり割ってないような気がするので、ですね、そのどういうことが起こってるかっていうところは克明にかなり再現されてて、こう背筋が凍るような話なんですけれども、このような、誰かがこうリーダーシップを取って、発展的にハッピーエンド的に終わっていくのかなっていうところが、どうも首都感染を見てると、イブの方も含めてこれ大丈夫かなというふうな、ある意味で逆の意味で背筋が凍るという話で、これも、読んで、エンターテインメントとしてはリアリティがありすぎますけれども、非常にこう楽しんで読むことができました。ということで、第3位は高島哲夫さんの、首都感染でした。では第2位なんですけれども、第2位は、村山由佳さんの嘘ラブライズということですね。これも研究者の書評15で、載せてますけれども、村山由佳著、嘘ラブライブとファントークということで、私何を隠そう、村山由佳さんの大ファンなので、非常にこうやはりね、心のひだをこう続くんですよね。村山由佳さん、もともとその、村山由佳さんを知ったのは、私はオーストラリア関係本、まあここら辺にありますけれども、だいたい1000タイトルぐらいオーストラリア関係本、集めてるんですけれども、これオーストラリア関係本は全部紙の本として、趣味で集めてるわけで、だから全部読んであるわけじゃないですけれども、趣味でオーストラリアに関係する本は全部集めるようにしてるんですけれども、その中でですね、青のフェルマータというこうイルカ関係を題材にした、まあ小説が、あるんですけれども、まあ、ブリスベンと、クイーンズ&州が舞台になってますけれどもね。でそれで初めて村山由佳さんを知ってですね、その後天使の卵であるとか、こうある美味しいコーヒーの入れ方シリーズであるとかにハマりまして、ほとんど全てそのダブルファンタジー以前の本は、読んでますということなんですけれども、その後、作風がって言いますか、かなりそのドロドロとした恋愛関係の方に変わっていってからは、ちょっと離れてたんですけれども、去年ですね、去年その待望の、美味しいコーヒーの入れ方シリーズが完結しまして、それでそれを読んだ後に、去年読んだ多分ベストワンになると思うんですけれども、風を嵐よという伊藤野枝、アナーキストですかね、アナーキストの伊藤野枝の、自伝みたいな本を、読んで以降ですね、また、村山由佳さんの本に戻ってきまして、でそれで、またちょっとそのいわゆる黒村山と言われている、白村山じゃなくて黒村山と言われている青春小説じゃなくてですね、ドロドロとした人間関係を描いているものにはまだちょっと手を出すのはちょっと勇気がいるんですけれども、その中でこの嘘、半分青春小説半分ドロドロ系という感じなんですかね。ということで非常にこう、楽しくって言ったらおかしいですよね、やっぱり心のひだをに触れながら、読ませて、いただくことができました。ということで、徐々に黒村山慣れをしていこうかなというふうに考えているところなんですけれども、やっぱり村山由佳さん、もうちょっとなんていうんですかね、表現できないですけれども、やっぱりこういいんですよね、いろいろな意味で。ということで、ちょっと書評にも何もなってませんけれども、これが第2位ということにさせていただきます。それでは、最後に、第1位、野木田教授の選ぶ今年読んだ本ノンフィクション、物語編の方ですけれどもの、第1位は母萩芳生さんの水神ということでですね、これはですね、研究者の書評14で、YouTube 作ってますけれども、母木芳生著、水神、新田次郎文学賞受賞作で、故、
中村哲医師のアフガニスタンの灌漑事業のアイディアにも関連してるんじゃないかということですね。これ江戸時代の、久留米の、久留米というか筑後川の話なんですけれども、その時にですね、灌漑事業として、庄屋さんが集まってですね、資材を覚悟で、資材を投げ打って、資材を覚悟で、資材というのは自分らのお金で、灌漑事業をやってですね、それまでは今穀倉地帯と言われています、筑後川流域なんですけれども、あれ、土地が高くてですね、川よりも筑後川よりも高くて水を汲むのが大変で、ほとんど不毛の土地だったみたいですよね。そこに、灌漑事業で、堰を作ってですね、堰を作って水を引くことによって一大穀倉地帯に生まれ変わったわけなんですよ。ところがですね、やはりその頃久留米藩と、福岡藩のちょうど境目のところですよね。ということで、その久留米藩が、作ればいいんじゃないかなというふうに今の現代の感覚で思うんですけれども、そうじゃなくてですね、その庄屋さんたちが集まって自分らで作らせてくれと、で自分らのお金で作るんで作らせてくれと、でもし失敗したら久留米藩の顔に泥を塗ることになるんで、みんな死罪だということで、命を懸けた、関、大石関ですかね、を、作った、話なんですよ。でその話が、結構これも長い、上下巻にわたって、ありますけれども、見事その関が完成して、今でもその関あるみたいですよね。ということなんですけれども、中村哲さんがアフガニスタンで灌漑事業をするときにですね、この江戸時代の、この関ではなくてこのもう一つある関の方なんですけれども、のアイデアを使ってですね、でそれで灌漑事業をしたということで、中村哲さんは何度も頻繁に筑後川の関を見学しに来られているということが、あるわけなんですけれども、それでどういうふうな関なのか、どういうふうにやったのかということで、いろいろなアイデアがこう出てきてるんじゃないかということで、これも、すごく読ませる本でしたね。で、母木木法政さんという方は、中村哲さんと同じくですね、九州大学の医学部を卒業された方で、まだ現役の、お医者さんでもあるんですかね。であって、しかも、文学を、作家の方でもあるということで、非常にこう面白い、考えさせられる面白い、しかもその当時の、久留米の、江戸時代のですね、風俗も非常にこうよくわかるということで、この、今年読んだ、ノンフィクション系では、この母木木法政さんの水神が、私の中ではトップでした。ということで、今回の話は、終わらせていただきますけれども、年内に、ノンフィクション系ですよね、の、話を、で私ね、これ見てみたら結構ノンフィクションの方はいっぱい読んでますよね。フィクション系はそこまで読んでないのか、もしくは結構長い長編がいっぱいあるので、長編読んだりということなんですかね。で、これ以外もいっぱい読んでるんですけれども、紹介している本っていうのは大体自分が他の人にも読んでもらいたいなというような本しか紹介してないので、後の本は、私人は、褒めて育てる、けなすことは、する必要は全くないと思いますので、特にこの趣味の世界で人をけなすことはないので、読んだ本で紹介してない本は、そこまで心に引っかからなかったのか、なんじゃこれということの本も、あるとは思いますけれども、とにかく、トップ5を、次回は、ノンフィクションの方のトップ5を紹介させていただきたいと思います。ということで今回の話は終わらせてもらいます。